外人の作った和食なんて食べられないわ。ベロベロベロは出さない。これは私なんですよ。この薬のおかげで日本人になって働いてる。国で禁止されている薬物タヌキを使用したとして薬物取締法違反の容疑。いらっしゃいませ、ホテルアテネようこそお越しくださいました。この前の日本人とどうなりました？今もうちに住んでいます。優香はタイの東京ファミリー。あの、実は最近体調が良くなくて、タヌキと何か関係があるのかなって。タヌキを使える人は神様の恵みだよ。このタヌキ、姉ちゃんなの？